皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。楽器未経験でも超わかる音楽理論講座第4回目でございます。で、今回何を取り上げるかと申しますと、コード理論でございます。今回からしばらくコード理論が続きます。で、このコード理論とかさ、なんかこのスケール理論とかで聞くとさ、結構多くの方が難しそう、わかんないかもしれないなみたいな感じでこう苦手意識を持ってしまうと思うんですよ。結構多いと思うんですよ、そういう方。けどご安心くださいませ、めっちゃ簡単です。コード理論といってもまあ幅広くていろんなステップ、いろんな段階があるんですけども、今回この4回目で取り上げるのはトライアドっていうコード理論の基礎中の基礎中の基礎の話でございます。で、これが ね全然簡単、ちょっとした覚え毛、ほんとちょっと覚えればね、すぐにね、ああなるほどって感じになると思います。おそらくね、今わかるかな、大丈夫かなって不安に思ってる方でも、10分後ぐらいにはね、ああなるほどね、そういうことか、ビビる必要なかったぜっていうぐらいに、すごいシンプルな内容でございますので、どうか安心して気軽に楽しんでいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。参りましょう。トライアド、トライアド、これ日本語で言うと三和音です。三和音、単音っていうものと和音っていうものがあるわけなんだけども、単音っていうのはその単品単一の音、まあシングルの音ですね。で、和音っていうのはまあ言ってみればそのね、2つ以上の音を全部この和音で指すわけなんだけれども、まあもう三和音でもその名前の通り、もう3つの和音でございます。3つの音からなっている和音でございます、トライアド。で、この3つのトライアドっていうのはですね、4種類しかないんです。これまた超シンプルでございますわ。ちょっとノートとかにバーッと書いてもぜひ覚えてくださいませ。まず1つ目、メジャーレス、 MAJOR、 頭の M を大文字の M で書いておいた方が分かりやすいかもしれません。で、その次マイナーです、 MINOR、 マイナー。で、その次オーギュメント、 AUGMENT、 オーギュメント。で、その次はディミニッシュ、 DIRMINISH、 DIMINISH、 ディミニッシュ。こんな感じの4種類でございます。で、もうちょっと横の方にですね、この追記をしてほしいんですけども、これも書いておいてくださいませ。メジャーは1、メジャーサード5、大文字の M です、大文字の M。で、マイナーは1、小文字の M で、マイナーサード5。比べるとね、真ん中のこのサードのところですね、メジャーサードなのか、マイナーサードなのかっていう差だけです。で、その次、オーギュメントに関しては1、メジャーサード、フィフス、シャープ。ディミニッシュに関しては1、マイナーサード、フラット、フィフス。なんていう言い方をするんですけども、こんな感じです。これがもう今日覚えたいトライアドのもう全てでございます。もうこれだけ分かっていただければもう全てが OK。で、感覚としてそのね、丸覚えでも別にいいんだけども、なんかね、関連付けて覚えることをすごくお勧めします。例えばその、まあ、このメジャーっていうこのね、一番基本のこのトライアドがあるわけなんだけども、このサードっていうこの真ん中ですね。この真ん中の音が、マイナーになったものが、まあ、マイナーっていうトライアドなんだなっていう感じ。1と5に関しては共通しているんで丸覚えしなくてもいいと思うんですよね。とりあえず3つ3和音があって、真ん中の音が半音下がる、メジャーからマイナーになるのが、メジャーとマイナーの関係性って感じ。ちょっとこの応用を聞かせる感じ。ちょっとこのね、こっから変化させてうんたらっていう丸覚えではなくて、そんな感じをこのフックで、ね、覚えていただけると嬉しいんです。で、オーギュメントに関してもこのメジャーサードなので、こことここに関してはそのメジャーと一緒なんですよね。けどこのフィフスの扱い、これが変わってくると。オーギュメントの場合はちょっと後で説明します。シャープフィフスのやねんって感じだと思うんですけども、フィフスってものがそのシャープがつく。で、その次ディミニッシュに関しても13まではマイナーと一緒なんだけど、このフィフスの扱いが変わってくるっていう、まあこんな感じです。メジャーを基準としてゴニャゴニャとしてそれぞれのトライアドを作っていくっていう感覚で覚えていただけたらすごく嬉しいなと思います。これがとりあえずトライアドの大前提の知識でございます。で、ここからさあどうしていくかっていう話になると、前回やったインターバル、まあ物差しですね、これを使っていきます。インターバル覚えてますでしょうか。ちょっとね、覚えづらいよね覚えづらいっていうか、なんか感覚がつかみづらいというか、ちょっとおさらいしながらいきましょう。まず一番最初、基準の音、インターバルに関しては0ってものがないので、一番最初はまず1です。1。で、その次、マイナーセカンド、メジャーセカンド。マイナーサード、メジャーサード。で、フォースがあって、シャープフォースがあって。
でその次マイナー6があってメジャー6があってマイナー7があってメジャー7があって、あれ1個多いな、1、2、2、3、3、4、4、あ、フィフスが抜けた、いけねえ、ちょっと動画を見ながらあれって思いましたね。フィフスが抜けました。でマイナー6、メジャー6、マイナー7、メジャー7、こんな感じです。でここまでいくとするとオクターブで1周ってことなんですけども、まあ、このね、例えばドからドまでの間のこのオクターブ1周を12個にこの細分化していくとするとこんな感じの物差しが出来上がるよっていうのが前回のトライアドじゃねえや、前回のインターバルという話でした。数字とかね、その距離とか見たく 1、2、3、4、5、6、7、8 って感じでこの規則正しく進んでいかないのがまあポイントなんですけれども、ここに関してはまあ覚えゲーということでぜひとも覚えていただけたら幸いでございます。でこのインターバルとこのトライアドをそのガッチャンコーってこの組み合わせて考えていくわけなんですけども、どういうふうに考えていくかというと、例えば C メジャーというコードがあったとしましょう。 C メジャーというトライアド1、3、5です。この物差しを使ってまず1に関してはここですよね、1で3はここ、マイナーサードとメジャーサードがあるんですけども、メジャーサードの方です。でフィフスがここ、これがその該当するところでございまして、これとこれとこれを鳴らせばメジャーのトライアドが完成するという感じなんです。順番やってみましょう。まずですね、鍵盤を用意していただいて、アプリとかでも構いません。鍵盤を用意していただいて、まずド、基準であるドの音を探します。黒鍵が2、3、2、3ってある中の2の左側、これどこでもいいです。これでもいいし、これでもいいし、どこでも好きなドをしてください。でドの基準のところがあって、ここを基準として、1、2、3、4、4歩下げです。ここから1、2、3、4、ここ。ここがこのサードの丸の音です。で、ここからまた基準として、1、2、3、3歩向こうに行きます。1、2、3。これが1、3、5。つまり結果的にドミソっていう和音なわけですよね。これがその C メジャーというトライアドの完成でございます。すごいシンプルじゃない？なるほどねって感じじゃない？で、ここからまた順番にマイナー、もオーギュメントもディミニッシュも一緒に練習して弾いていきたいところなんですけども、まあそれぞれね、その1マイナーサードフィフスって感じで考えてもいいですけれども、僕のおすすめとしてはこの応用を聞かせて考えていくという方法。どういうことかっていうと、1と5に関しては同じなので、このサードの音が半音下がればいいっていう感じなんですよね。135とある中のこの3の音が半音下がればいい。つまりさっきやったこの135、これの中のこの真ん中、これがこうなる。もちろんね、1のところから1、2、3、そしてここから1、2、3、4って感じで数えてもいいんだけども、手っ取り早く真ん中の音が半音下がる、こんな感じで考えていただくとすぐにコードが割り出せるかなと思います。元いきましょう。次もいきましょう。 C オーギュメント、分かりますか？ C オーギュメント、135とある中のこの5、5の音が半音上がります。ここ、ちょっとシャープフィフスとか聞いてないんだけどっていうパターンあるかと思います。ごめんなさい、まだ説明したいんです。そうなんです。ちょっと皆様覚えていただきたいのは、シャープは上、フラットは下っていうことで、前回そのインターバルを説明しているときに、ちょっと僕ですね、あえて説明しなかったことが一つありまして、実はね、 それぞれのマス、1とかね、マイナーセカンドとかメジャーセカンドとかっていう言い方をしたけども、実はそれぞれのマスに対して2つ3つ複数の呼び方があります。これ前回の動画の時にダッチンさんが、このシャープフォースのところね、シャープフォース馴染みがないんで、まあ、フラットフィプスと見てもいいですかなんていうご質問、コメントがあったんですけども、これ全然 OK です。ここのマスに関してはシャープフォースでもあってるし、フラットフィプスでもあるし、こんな感じでこうね、それぞれのマスに対してね、複数呼び方があるんです。これちょっと前回あえて説明しなかったところ。なんでかっていうと、それぞれこうね、インターバルでただでさえちょっとややこしいというかね、つかみどころがないのに、それにプラスしてこうね、複数の名前とか複数の呼び方とかするとちょっと混乱しちゃうなと思って、あえて説明をしませんでした。で、とりあえず今このシャープフィフスに関して考えてみるとすると、フィフスの音が半音上がるんですよ。こっからこっちに。なので、ここになる。つまりマイナー6。
と同じ音程になるんだけども、ここのマスはシャープフィフスっていう言い方もするし、マイナーシックスっていう言い方もすると、まあちょっとその辺に対してですね、細かいルールが実はあるんだけども、ちょっとその辺は細かいとかすっ飛ばして、今思っていただきたいのは、このシャープって音を半上げればシャープフィフスになるっていう感じのと、それぞれマスに対して名前というか呼び方が2通り以上あるっていうこと、これはちょっと覚えていてくださいませ。そんな感じです。ではではちょっと話が戻って、135とある中のこの5の音半を上げるとオーギュメントが完成です。やってみましょう。ドミソを弾いていただいて、でこの中のドミソのこのソの音が上に行って、これがオーギュメントってやつです。できた。名前全然聞いたことがないけどオーギュメント弾けたぜ、おめでとうございます。やったね。パチ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 。はい、最後ディミニッシュ。ディミニッシュに関しては、マイナーから考えていくといいですよね。まずこのメジャーのこのサードの音が半音下がるんでこっちになって、でフィフスの音がフラットするのでこっち側、つまりこのシャープフォースと同じ扱いってことですね。こんな感じです。メジャーからサードもフィフスも1個下がる。メジャーの音程からサードもフィフスも1個ずつ下がる。これです。これがそのディミニッシュってやつでございます。なんとなく分かりましたでしょうか。まあ、それぞれ基準の音があって、この一個一個数えていけば、全部分かるかと思います。で、それぞれマイナーじゃないや、メジャーがね、一発バーンと分かってしまえば、あとはずらしていくだけで、そのそれぞれのトライアドが作れてしまうので、そんなに難しくないと思うんですけども、いかがでしょうか。ちょっとここからですね、また応用を聞かせて、いろんなトライアドを作ってみましょう。今、その C に関して作ったので、その次はじゃあ D のそれぞれ4つのトライアドを一緒に練習していってみましょう。 D のメジャー、 D マイナー、 D オーギュメント、 D ディミニッシュということですね。いってみます。あ、もし分かるようでしたら全然次いっちゃっていいですよ。どんどん進んでくださいませ。1とメジャーサードとフィフス、この3音1から、つまり D だからレの音ですね。レの音、このドのトレのレの音から、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。おかっこいい音しますね。かっこいいやつではないか。で、ここから、ワン、ツー、スリー。向こうに。ワン、ツー、スリー。これです。これが、いわゆるその D メジャーというトライアドです。で、ここから D マイナーの場合は半音下がります。これですね。で、オーギュメントの場合はこのフィフスの音が上がります。でディミニッシュの場合はサードもフィフスも下がる。これで D ディミニッシュの完成でございます。それぞれのコードあんまり聞きなじみないかもしれないけれども、こんな感じで数えていったりとか応用を聞かせたりとかしていくと、もうそれぞれのディミニッシュじゃねえや、それぞれのトライアドがすぐ弾けるっていう、そんな感じの、理屈なんでございますよ。どうすか、結構シンプルじゃない、結構簡単じゃない、そんなに言うほど大変じゃなくない。でここまででとりあえずまあ OK なんですけども、もし皆様の方で余力があれば、今 C のトライアド弾きました。D のトライアド弾きました。もし余力があれば E、F、G、A、B っていう、まあナチュラルキーですね。シャープとかフラットとか使わないコードのトライアドを全部やってみてくださいませ。E のトライアド全部、F のトライアド、G のトライアド、A のトライアド、B のトライアド。そんな感じでやっていくとすると、まあ最初ちょっと時間かかるかもわかんないんだけども、結構すぐにね、脳内でこうね、ペペッと変換をして、すぐにペペッと弾くことができるかと思います。もし余力あれば、そんな練習もしてみてください。はい。以上が、まあ今回のそのトライアドという内容でございました。いかがだったでしょうか。何度も言いますけども、結構簡単じゃないですか。なるほどねって感じですよね。で、次回の動画では、このトライアドを前提として、テンションってものを一緒に学んでいこうと思うんですけれども、まあ、テンションに関してもね、この物差しをしてしまっていれば、そんなに難しいことではないです。ちょっとプラスアルファのね、覚え毛が入ってくるだけなので、まあ、気軽に楽しんでいただければ幸いでございます。とりあえず、今日は以上でございましょうか。もし何かご質問とか何かわからないところとか気になることがあれば、ぜひバシバシとコメントに残していただけたら幸いでございます。そんな感じで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。